ながら、こことここにあのヒアルロン酸化ボトックス打った人の笑い方のモノマネします。頬のとこすごいわかるわ、似ててくさ、可愛いもっとやってほしい応援する、ターミネーターに激聞きしてそう、弱者女性をいじめるのはやめろ、なんでこの人たちこんなに怒ってるの、もしかして聞いちゃったの、整形女さんイライラでくさ、整形赤でフェミこじらせてるやつはマジで話が通じない化け物になってる、笑った後鼻をふいって直すのがリアル、ハゲネタズラネタは笑えるけど整形ネタは笑えないという謎の風潮、合理的な説明できるやつおらんやろこれ。でも整形した人ってやたらと他人の顔にマウント取りたがるし、正直性格悪い気がするわ、整形しても性格は変えられないんや、普通に可愛いやん、整形中毒にとってはテンプレ顔じゃないと可愛くないんか、なんかマッチョ男と整形女って精神性が似てる気がするわ、周りから不気味がられてるのも含めて、綺麗なイルミネーションの下で何やってんねん、顔胸いじってると気ぼしねえんだよ、わかったか。